はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ダビスタリオン、ダビスタ、やっていきましょう。前回、キング姉ちゃんが、スプリンターステークス、なんと、取りました。はい、スプリンターステークス、取ってます。まあ、ちょっとここ2戦はね、まあ、いまいちなんですが、まあ、とりあえずね、やっていきましょうか。まあ、今回も、まあ、ちょっとでかいところね、狙いたいですけどね。調教からやったかな？いや、ここ一周休んで。よし、じゃあ行きましょうか。さあ、カーニバルちょっと鍛えつつ。よし、まあ調子ね、良さそう。2000いく。ここはルメールが乗ってくれないか。姉ちゃんどうなんでしょうね。引退近い。まあ、OK。さあ、ここちょっと軽くね、鍛えてきます。はい、終了。さあ、キング姉ちゃんが出走。人気はありますね。うん、まあ、ここもね、人気はある。結構難しいですからね、人気あってもね。さあ、レース行きましょう。まあ、一番人気で今までね、何回も負けてますからね。中京競馬10レース G3 愛知杯芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。さあ、ちょっと飛ばしちゃいます。新名富士勢いよく追い上げる。先頭は新名富士ランドネ、外からどうかな、来るかな。先頭は新名富士ランドネ、外から差を詰める。これは大丈夫そうかな、姉ちゃん。ここはグッと来い。よし、まとめてかわした。オッケーオッケー。仕切って勝利。勝ったのは5番キング。何が嬉しいって、キング姉ちゃん金ですよ。制覇です。金着借金スタートですから。新名富士、あ、借金スタートにしたのは、まあ一番初めのね、動画見てもらえたんだと思うんですが、まあどうなるかなと、所持金ゼロになったらどうなるかなっていうのでやりました。よし、これ嬉しいっすね。キング姉ちゃんはちょっと終わったかと見せかけての G3 勝利。これは嬉しい。さあ、金もね、結構貯まりました。ちょっと行きますか？やっぱ繁殖牝馬大事っすからね。さあ、ここどうしますかね。2億。まだ稼げるとして、ただ2歳馬買った方がいいっていうのもありますよね。5月にセールあります。そっちの方がいいか。牝馬ちょっとやめとこう。ちょっと帰ります。ちょっと買おうと思ったんですが、姉ちゃん牝馬でカーニバルも牝馬なんですよ。ちょっと確認して所有馬を。5月のセールで2歳をね、まあ、ちょっと買おうかなと思います。これ初期の繁殖牝馬の子ですね。2歳まで来ました。だこれは破産するために、ロードカナロアつけたって感じだね。まあ、とりあえずちょっと走らせたいですよね、調教してね。よし、それじゃあカーニバルの調教やっていきますか。ね、まあたまにはウッドもやっとく。それウッドほとんど使ってないですね。ちょっと軽くね。よし、進めて。さあ、そろそろ出走行きましょう。短いところで使いたい。1800
1800か1400いきましょう。はい、でここはちょっと飛ばして、いやここはちょっと軽くプールだけやって飛ばします。で今週出走、騎手を選んでください。姉ちゃんも来る？姉ちゃんも来るか。オッケー。またぶつかりますね。スプリンターステークス時も、当たってます。姉ちゃん来た？よし、じゃあ行きましょうか。こんな感じで、はい、行きます。打ち玉が出るよ、まあ、どっちか取ってくれればもうそれで OK ですよね。姉ちゃん人気あります。カーニバルはまあ微妙か。ワンカルトか。ワンカルトが一番人気。はい、まあこれはレースでいいかな。一応指示で、まあ逃げ。キング姉ちゃんも、まあ逃げですね。はい、OK です、これで。京都競馬10レース。G3 京都牝馬ステークス。芝外回り 1400m。コンディションは良。これちょっとレース見ようかな。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。5番アリンナスッと、まあ2頭ね出てますし、2番手13番キングネイちゃん、10番エイシンメンフィス好位をキープ。1馬身相手1番ワンカラット。で所有馬ね、外側8番ブゼットジョリー。まあどうすかね。3番クールホタルビ。調教はやっぱ2頭くらいがいいですよね。6番リバティハイ。あとはまあお任せで増えてきたら。35秒7。3コーナーに差し掛かろうとしています。外をで所有自体はまあ競走馬、これを見るように外側12番、まあどうすかね。4コーナーカーブ直線コースに入ります。多すぎてもなっていうのはあるんですが、まあお任せならね、まあ、問題ないですけどね。さあここグッと来てますよ。まずはキングネーション来てると。ただカーニバルもいい。さあカーニバルは伸びてくる。カーニバル負けたね。バッカラと言われました。いやー惜しかったんじゃない。2着キングカーニバル、3着にはキング姉ちゃん。ワンカラと負けたか。いやでもいい勝負でしたね。いやカーニバルも良かったよ、まあ、もちろん姉ちゃんもね強いんですが。よし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 、これはまだまだこれからが楽しみな走りでしたね。よし金も稼いでね、がっつり。さあ、カーニバル、まあここはどうすかな。次まあ何を目指すかっすね。次 G1 いっとく。 G1 か、まあ、3月の4週で今が2月4週。まあここは、いや、ここは調教じゃない。ここはちょっと休んで。あ、セールに出すための。登録ね。2歳の育成の画面でセールの登録ができる。セリ出してもいいですけどね。調子まずまず。ちょっと調子上げていきたいなと思います。まあ、ちょっと調子整えてから。 OK。 さあ、ここ飛ばして、ここは軽く行こう。
間に合わないかもしれないですね。うん、それは OK、 分かってる。姉ちゃん次そっち行く。まあ、ダートも走れるんですよ。ダートも走れるんですが、ちょっとこれ間に合わんな。無理やりいけるかもしれないんですが、ちょっとやめときます。はい、安田記念目指す。ちょっと休んどきます。はい、うちの馬が出るよ。まあ、ここ使わなくてもよかったっすけどね。姉ちゃん、まあレースで、あ、自分でね出走の登録とかはできるんですが、今ね完全お任せでやってます。姉ちゃんは中山競馬11レースオープン千葉ステークスダート 1200m コンディションは良。まあ今回ダビスタのゲームバランスとかもちょっといろいろ見ていきたいので、まあいろんな状況心預けて、まあ完全にお任せでどんな感じになるかとかもちょっと見たいですよね。まあ、ゲームの難易度を調べたいっていうか、まあまあそんな感じです。はい、ちょっとこの辺は飛ばします。キング姉ちゃんマテラスカイわずかに先頭か、ここからが勝負どころ。あー、どうだ、抜けてくるか。ちょっと苦しい感じかこれ。マテラスカイ伸び最後グッと来い。2番手キング姉ちゃん差を詰める。キング姉ちゃんマテラスカイ、ここはキング姉ちゃん2着か。マテラスカイ逃げ切ってゴール。1着13番マテラスカイ、2着キング姉ちゃん。根性見せろよ根性。レピアービットはい、まあこれはいいです。 OK、 でも黒字が続いてますね。波に乗ってはないんですが、まだまあ悪くないですよ。はい、じゃあ週進めていきます。4月に入りました。種付けのシーズンです。あ、ちょっと2歳の様子見ようかな。はい、そろそろ生まれそうです。女の子だってさ、いいえ、てか牝馬しかおらんじゃん。ね、牝馬しかいないですよね。足元に不安あり。なるほど。よし、とりあえずじゃあ種付けいきますか。まあ、いろいろちょっとつけときたいですよね。金亀、金亀か。まあ、金亀ちょっとつけときますか。はい、はい、これ達成しました。あ、このミッションを覚えてました。まあ初期の繁殖牝馬、まあ、どれくらいやれるんでしょうね。あ、そっち行く、ダート行く。ルメール乗ってくれんか。はい、じゃあ飛ばします。さあキング姉ちゃん出走。ここもね人気はあります。はい、じゃあ行きましょう。レース、阪神競馬10レース G3 アンタレスステークスダート 1800m コンディションは主。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。まあここもちょっとスキップしちゃいますね。ここからが勝負どころ。キング姉ちゃんわずかに。さあキング姉ちゃんどうだ。迫るアジアエクスプレス、外の方がいいか。アジアエクスプレス突っ込んでくる。アジアエクスプレスわずかに先頭か。坂を登ってアジアエクスプレス、いやちょっと苦しいか。いや粘ってると伸び足がいい。よし、先頭が変わった。キング姉ちゃん先頭。キング姉ちゃん逃げ切って、さすがキング姉ちゃん。勝ったのは6番キング姉ちゃん。これは強かったっすね。アンタレスステークス制覇です。強さをちょっと見せつけたみたいなのがありましたね。アジアエクスプレス3着アスカのロマン。
ートの G1 狙えると思うんですけどね。OK。セールで4000万ぐらいで買ったますね。はい、じゃあ戻しましょう。よし、じゃあここから絞ってきます。ポリトラでいこう。ちょっと合わせもしつつ、はい、飛ばすで、合わせもしつつ、まあ調子整えつつ、どこ使うか決めていく。矢先にを目指す。いや、ビクトリアマイルならあるかもしれん。まあ誰が出てくるかなんですけどね。どの馬が出てくるか。ここは一周飛ばすか。はい、5月入りました。セールいきます。楽しみっすね。さあ何を買うか。エピファネイアの子、まあ父だけで見るとね、エピファネイアの子を走らせたい。オルフェーブルも好きですね。ただロードカナロはどうすかね。ちょっと確認だけしときます。軽く。ワークフォース、ブラックタイドか。ワークフォースいきますか。いくらだったっけ。2840万。安いね。ちょっと高いところ行ってみる。まあ、高いやつが走るかどうかは分かんないですよ。ただ俺ワークフォースが気になるな。うん、やっぱ自分の気になる馬行こう。はい、行きます。はい、中央の方いただきました。ございませんか。中央の方いただきました。これでショッキーの繁殖品馬から生まれた子と、今買うこれがいて、いただきました。ございませんか。よろしいですか。ございませんか。 OK、 5000万。これも必要な投資ですから。で、いいですかね。もう一頭、いや、とりあえずこれでいきましょう。コメント、よし、じゃあいきますか。これは自家生産ですね。で、まあソングとかでいいんじゃない、とりあえずは。はい、どこに預けるか。まあ姉ちゃん預けてます。牝馬の扱いが得意。まあそれでもいいよね。でもね、はい、ちょっとかぶっちゃうんですが、いきましょう。で、お任せやめとく。キングソング、キングソングか。まあキングソングはお任せでいいか。はい、このまま育ってほしい。よし、さあカーニバルなんですが、
ここはこんな感じで軽く。で、終了で。はい、行きましょう。変えます。ルメール行きましょう。お、行く。姉ちゃんも来た。よしよしよし。これね、あるかもしれないですよ。どっちか。ちょっとここ絞りたいっすね。違う、合わせじゃない。はい。まあ、こんな感じで。じゃあ、進めます。いや、ちょっと確認します。順調に来てます。OK。じゃあ、進めます。あ、調教！あ、お任せか。お任せでした。焦るな、焦るな。ストレートガールか。まあ、キング姉ちゃん人気ありますね。ドナウブルー。まあもちろん史実はたくさん出てきてるんですが。まあレースでいいかな。カーニバルはちょっと苦しいか、これ。今年もマイル女王決定戦の季節がやってきました。かつて名品たちが駆け抜けた東京競馬場で、今年の勝利の女神は誰に微笑むのでしょうか。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。1番サウンドキアラペースを作ります。10番キングネイちゃん先頭に入れ替わります。3番アイアムカミノマン、まあいつも通りですね。ネイちゃんカーニバル前へ行くと、内側6番キングカーニバル、少し差が開いて14番、まあ、ちょっとだけね使ってみたんですよ、その差し追い込みとかでも。3コーナーに差し掛かろうとしています。やっぱ先行逃げが安定する気しますね。 600m の通過タイムは35秒9。内から2番マジックタイム、8番ビーチサンバ、その外7番スカーレットカラー、外を抑えて17番ショールームー。姉ちゃん良さそうやけどね。5番ストレートガール、この位置外から11番湘南アデラ。さあ姉ちゃんどう。コーナーをカーブし直線コースに入ります。さあ直線カニバル苦しい。高速各馬の動きはどうか。あー姉ちゃん踏ん張れんか。これキング姉ちゃん、そしてサウンドこっから追いすがるサウンドキアラ。姉ちゃんこっから先頭はキング姉ちゃん。姉ちゃんちょっと苦しいか。もう一伸び。うわない。伸び足がいい。サウンドキアラ。このまま押し切れるか。サウンドキアラ。押し切ってゴール。勝ったのはサウンドキアラ。鞍上は武豊騎手。2着以下は混戦です。さすが武。素晴らしい。さあちょっとね、カーニバルは苦しかったですね。衰えとか来たら教えてくれるんですかね。はい、ちょっとここは飛ばして、じゃあカーニバル軽くやっていこうかな。登録で正直ちょっと厳しいかな。G3 1200いきますか。1200戻るか。はい、ここは飛ばして、で6月に入った。はい、飛ばしてきます。さあキング姉ちゃん出走、まあ、ちょっと機種ね確認します。はい、 OK。 調教どんな感じなんですかね、ちょっと見たいね。あ、ゲートね、まあ、ゲート大事ですよね。最初はゲート確かにね、もう大丈夫ですって言われるまでゲートした方がね。さあここもう一歩。はい、じゃあ飛ばして姉ちゃんが出走。
はい、人気あります、これももうレースでいきましょう。阪神競馬10レース G3 マーメイドステークス芝 2000m、 コンディションは良。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。6番キング姉ちゃんをすっと前につけます。2番手3番ビラバティ、9番カレンシリエージュ好位をキープ、打ち抑えて。まあ、じゃあちょっとこれも飛ばしちゃいます。各馬第1コーナーをカーブしていきます。ここからが勝負どころ。わずかに先頭はさあキング姉ちゃん、どうだ。ここからが勝負どころ。キング姉ちゃん伸びてきそうやねこれね。ここからが勝負どころ。残り200を切りました。キング姉ちゃん落ち着いてます。キング姉ちゃん落ち着いてます。これ追ってくるが厳しい展開。キング姉ちゃん先頭。キング姉ちゃんちょっと強くない。強い勝ったのは6番キング姉ちゃん。強いよね。キング姉ちゃんマーメイドステークス制覇です。2着レッドアネモス、3着は混戦の模様です。まあ4000万くらいの馬でもね、まあ十分いい馬いると。まあ、適当に買ってもね、ダメだと思うんですが、結構つきましたね、3連単。はい、OK。あ、馬券でね、増やすやつはできました。これとは別の記録で、一応1年目の5月で26億持ってるね、記録あります。まあ、それもね、使って、まあ、初っ端なんか、高額なやつ買ってみたみたいなやるかもしれないです。さあ、キングゾーグ行く新馬戦来ました。楽しみですね。誰ですかな新馬戦。ちょっと下も確認します。吉田豊騎手乗せたいな俺。はい、さあ、カーニバルなんですが、ここは軽く使ってこんな感じでいきます。はい、じゃあ飛ばす。ここは楽しみですね。新馬戦もある。キングソングかやれる。まあお任せいってみます。とりあえずは。じゃあパドック、さあどれくらいやれるのか。初期の繁殖牝馬の子、おお、そうかそうかそうか。東京競馬3レース2歳新馬芝 1400m、 まあこれ未来のダービー馬、いや、スタートしました。G1 馬かもしれない。スタートを切ったのは2番黒と1番星。まずは先行争い。早くも先頭1番パバット、3番キングソング先頭に入れ替わります。2番黒と1番星好位につけています。まあその方がいいですけどね。第3コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて5番西の小出まり、6番アーヒラ、後ろに7番パンクル帝王。最後方は4番ビッグブル。さあソングどれくらいか。ここから先頭までは楽しみですけどね。600メートルの通過タイムは36秒5。初の自家製3番キングソング。さらに1番パバット、2番プロト1番星好位につけました。4コーナーから直線へ。さあここからパバットわずかに先頭。若干キングソングはじりじりは切って、先頭パバット、そしてないわ。追いすがキングソング、先頭はパバット。あ、このままで決着か。あと200。いや、こっからね。諦めな。さあ、じりじりかわしていくと。やるやん、キングソング。デビュー戦を勝利で飾る。2回目か。まあ、そういうミッションあるんですね。何回目何回目っつって。一応コメント聞こう。よし、OK。さあ、カーニバル出走。レッツゴドンキか。
はい、まあ、レース函館競馬10レース G3 函館スプリントステークス芝 1200m コンディションはやや重スタートしました。好スタートはバンカラットストーク&レイ。まずは先行争い。ただカーニバルはねこの馬やや重大丈夫でしたね。3番キングカーニバル1番ダノンスマッシュ好位をキープ。それから8番ノボバカラキングカーニバル粘っている。先頭はキングカーニバル。さあキングカーニバルここから粘っている。先頭はキングカーニバルグランドボル粘ってるんじゃねえ。もう一伸び残してる。残ってない。バンカラット伸び足がいい。バンカラット全く残ってない。バンカラット先頭でゴリ1着5番バンカラット。バンカラット2着以下は混戦です。うん、まあ微妙でしたね。ピーク過ぎてるんじゃないですかね。どうなんでしょうねこれ。マジ出すしかないやん。ゆっくり休もうよ。順調なスタート切ったにね。カーニバルどうすかねこれ。まあ引退してもいいんですが、まあもうちょっと使います。まあここは休んで。あ、結構いい時間来てますね。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。